こんにちは、としみつ整骨院のとしみつです。前回は左右のアンバランスについての矯正をお伝えしましたが、今日は、前後のアンバランスですね。こういう若い女性にありがちな腹筋が弱くて背筋の緊張が強い場合に反り腰になる方がいらっしゃるので、その矯正について、行ってみたいと思います。まず指標として、この PSIS と SIS のこう高さがちょっと3本以上空いてるんで、この差をちょっと埋めてみたいと思います。腰をこう反ってみたときにこう痛みがありますかね。はい。じゃあこっち頭なので上を向いて休んでもいいですか。大丈夫ですか。ちょっと膝を曲げてみましょう。じゃあじわっとね、足を出しますね。うん。は大丈夫ですか。はい、戻します。はい、足をつけたままですね。ちょっと今度腰を浮かせますね。じわーっと浮かせて。これはどうですか？はい。ちょっと痛いですかね。はい、戻します。はい。じゃあ足をじわっと回しながらですね。私はこの足を上にこう上げていきますので、もし腰に響いたら見てくださいね。じわっと上げていきます。大丈夫ですか？で、ちょっとブレーキがかかるんで。じゃあ、ここからいきますね。ここから私がさらに上に上げていくので、軽い力、最小限の力でいいんで、両足をベッドの方に向かってこう、ゆっくり下ろしていってもらえますかね。はい。じゃあ、軽くね。はい。軽いですよ。で、じゃじゃっと上げていきます。軽くに逆らって上げていきますね。これにより骨盤がこう、回線していきます。一回止まります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、チャレンジですよ。リラックスします。うん。どうしようかね。はい。ちょっと上げていきますね。ちょっと上げていきます。ゆっくり上げていきます。うん。さっきと同じですね。今度は私はこの足をですね、さらに上に上げていきながら、こっちの太ももをこっちの方向に押しながら上げていきますね。これで、ね、さらに骨盤がこうに回転します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。大丈夫ですか？これを通していきます。もう一回ちょっと腰を触って、浮かしてみてもらっていいですか。これ先ほどと比べてどうですか。はい。次はですね。よし、ちょっとまたゆっくり置いてみましょう。はい。こちらからどうぞ。はい。またこう、置いてみましょう。はい。PSIS と SIS の高さを比べます。うん。さっきよりだいぶ、もうこれ、もう今指2本ぐらいなんで、まあこれであれば大体 OK ですね。もう一回ちょっと腰反ってみてもらっていいですか。先ほどで、さっきだよね。はい。はい。はい、いいです。